じゃあ沖縄からもらったなんかポケット C 社みたいな。そう。でも案件じゃないけん、宣伝せんちゃん。俺決めとっちゃう。これ僕が一番好きな味なんですよ。かわいいもん、あいつ。いや、沖縄やっぱね、かわいいもん、あいつ。なんか、すぐなんか自慢してくる。なんか、すぐ自分が知っとうもの。やべえよ、なんか、この前とかも、ポイさん、なんか、うどんだ、うどん、そう。俺、この前、ボルトルームでさ、うどん配るイベントあったやん。で、そう。なんか、この後飯行きませんかって言われたけん。いや、俺、今から、そう、ボルトルームうどん食いくけんあれかも。って言ったら、うどんっすか、ポイさん、ツルトンタンって知ってますか、なめんな、クソガキ、お前。なぜと思っといて、バカが。何やめ、なめんなよ、お前。知ってるんすか、ポイさん、器が大きいんすよ。知ってるんや、渋。なんか渋いだよ。何や渋いって。渋。そりゃ渋いっすよ。あし、クソガキやもん、あいつ。さ、この前はなんか、あいつさ、なんか、モンベル、なんかモンベルの薄いダウンみたいなのを結構ずっと着とっちゃうね。なんか普段。で、そんな、この前飯食いっとった時に、なんか、そう、タクシー待っとって。で、じゃあ、今日冷えるね。まだ寒かったけん。そう、寒かったけんさ、いや冷えるよねって言ってた、ポイさん、これ知ってますか、あったかいんすよ、モンティベルって言って、そう、多分モンベルやん。え、ガチ渋いっすわ。なんやモンティベルって。なんやそれ、これあったかいんすよ、来ますか、よか、そうだ、せんべい、なんかあいつなんかすごい男らしい、だからそういうの来ますか、よか、別に切らんで、お前、俺がお前から寒いけんダウンよこせって言い始めたら、いや、やめた方がいい、もうこの会社って。俺が変わってしまっとる。お前、どんだけ寒くてもお前からダウン切らん、俺は。切らん。そう。そう。マジで。あいつマジで。なんか、沖縄 FPS 見てるといい意味で同い年と思うけど、そのクソガキエピソード聞いて意味で同い年と思うやな。いや、そう、なんか沖縄のこういう面ってマジ配信で出んやんか。え、ボルトルームのうどんマジでうまかったよ。マジでうまかった、びっくりした。普通にちょっと興奮あったし、俺だって2玉食った、俺が、わかる、あの俺がよ、すごくない、普通に。普通にマジで歌うまかった沖縄。お前、じゃあ褒めんな、あいつ、調子こくけん、すぐ。それすぐ、俺これめ、歌うめいって言われてんすよ。カラオケ行きません？ダリーけん、あいつ。あいつ、ダリーけん。あいつ、マジで変わってくれんかったら、すぐふてくされるっちゃう。マジ。ほいじゃん、最近全然遊んでくれないじゃないですか。いいじゃん、お前ね。この時期だよ、しかも。この時期に。お前、お前みたいに暇じゃねえって、お前。ふざけんな、お前。つって。なんや、お前。お前、一回にしろよ。うってくれないっす、お前、見てわかるやろが、お前。いや、って言ったら、確かにそれはそうですね。物分かりはいいっちゃう。意味わかる。じゃあ。ちょっと言ったら、確かにそれはそうですね。確かに。で、物分かりだけ、めっちゃいい。確かにそれはそうです。うめえ。さあ、お前と遊びてえけど、お前。今、ちげかろうよ、お前。確かに、そうですね。冷静ではある。意味わかんない、普通に。マジで。青さがいい。ね、こうやっぱ銀太から好かれとところとか見ると、多分ちゃんと本当に人間受けするんやろうなって思うわ。なんか多分あいつが一番今のところね、現状、うちから一番ファンをごっそり持ってきよるな、沖縄と思うわ。うん。なんか、やっぱほら、俺たちのファン層って、俺らと一緒にさ、どんどんさ、普通に成長していくわけで、今このタイミングで二十歳の小僧なんか入ってこうわけよ。で、なんかこう対面でさ、なんかわかる？対面でめっちゃそんな感じやけん。なんか俺らのファンの、なんかこう、俺らぐらいになってきた奴らが、あらあら、沖縄くんかわいいね。わかる、なんか、あ、沖縄くんかわいいね。なんか、あ、そうなんだ。沖縄くんいいね。あらあら、あら、かわいいじゃないのフェーズに入っとっちゃう。そう。俺らのファンが、そう。あらあら、沖縄くんかわいいじゃん。沖縄くんとチェキとって死ぬほどもじもじしてて、口がいいんじゃんかと。
そう、あいつ、あいつマジそうちゃいそう。限りなく童貞に近いけん、ガチずっとなんか、そうなんか、もじ、あいつチェキん時もじもじもじしとったよな。声が小さいよ。オフラインやろ。いや、よくない？あいつのさ、なんかネット弁慶なとこがさ。よくない？なんかその、あいつネットで、うえ、うえ、うえって言ってさ、バリなんか人のことがバリするわけやん。そう。実際、お冬できたら借りてきた猫みたいな。おう、チョキっすか。ありがとうございます。でも、ありがとうとかも言うっちゃん、ちゃんと。ありがとうございますとか、ごめんなさいとかバリ言うっちゃん。なんか、そう。なんか、上下関係だけね、なんか無駄にしっかりしとっちゃん、あいつ。なんか結構家計が厳しかったっぽくて。そう。らしいよ。そう。で、そう。なんかあいつね、家計がバリしっかりしと、だから親の教育が良かったのか、ありえんぐらいしっかりしと、そういうとこ。びっくりした、なんか。なんか、そういうのはちゃんとしと。けどなんか、たまに俺とかの飯出そうとするけん、意味わからん。さあ、でも、猫くんって言ったら、誰が猫くんや意味や。失礼やろ。切れろ、猫はもっと。そうそう。で、俺んちとか全然厳しくないけど。そう。おい、これ、レッドフード傷。マジ？おめでとう。お前のニケは始まった。モダニアぐらい熱い。やっぱ、レッドフードかモダニア引くかな。大きく進むような、あのゲームな。親はチートしちゃいけないって教えてくれたから。親は教えてくれんやろ！お前、親が一番教えてくれんそうやない？なんなら。なんかさ、こう、なんか、万引きダメだろうとかさ、なんか暴力ダメだろうとかさ、暴言ダメだろうとかなるけど、チートってなんか理解ない親は、ん？ってなる。そして何？何？ってなるもんな。親が一番多分注意せんことと思うわ、それが。そう、ゲーム反対とかわかる。深夜にゲームするのは許せんとかなるかもしれんけどね。そう。だけズル、そう、チートがズルっていう名前やったらズルダメってなるけど、そう、チートがいかんせんチートって名前でさ、流行ってしまったわけ。あれがズルっていう名前のチートやったら、そう、ズルダメってなるけどな。親もな。ね、わからんのやろうな。沖縄配信おもろい、ほんと。なんか、俺、いつもさ、あの事務所行ったらあいつが配信しておけん、その、画面の向こうでっていうよりも直接配信中のあいつを見ることが多くて。でもマジで、沖縄クソ丸くなっとうよ。ちなみに。多分なんか昔のやつが最近見たらビビると思うけど。クソ。めちゃくちゃ丸くなっとうの。俺らからありえんぐらいいじられとうけんやと思うわ。そう、事務所でしょ。なんか、じゃあフミヤとかが、めっちゃおもろい。だってさ、これまで沖縄のってさ、その、ずっと孤高でさ、孤高の存在やったわけや。一匹狼で、なんかだってゲームしながらさ、ちゃちゃちゃってさ、そう。なんか、こう、やってん。だけど、なんか、その、急に俺らみたいな、しかも、バリさ、年上ばっかの輪に放り込まれたけんさ、急にいじられ始めて、そう、俺、そう、だってさ、これまで沖縄なんか、誰もいじらんやん。そう、やっぱ、いじり方もわからんし。俺らのとこ放り込まれて、おい、ガキって言って、急に、おらみたいな、そう、急にバリいじられて、でさ、だって、沖縄が最近配信したフミヤとかが、なんか脇腹チョーンとかするっちゃう。あいつがバリランクやっとうときよ。あいつ世界1位とか2位とかの狭間で、アジア1位とかさ、レディアントでさ、競っとうときにさ、フミヤとかねえにしてるのな、もしはバカのフミヤとかがさ、大きな役に配信中だの。ちょ、マジやめてくださいよそんな奴らおらんかった。急に、レディアントでさ、世界のランク戦っとうときに、おーい、沖縄何してんだいマジ。そう。マジで、そう、そんなんやけん。急に揉まれまくって、そう、環境に揉まれとん、あいつ。そう。でも、絡まんかったら絡まんかったで、寂しそう。なんか最近あいつマジで、なんか、そう、基本的に、フミヤってずっと事務所おるけんさ、なんか、こう、基本的にフミヤにちょっと頼んどっちゃう。なんか、沖縄困ったったりしとったら、なんかちょっと面倒見てやって、とかさ。困ってたらなんか連絡ちょうだいとか言っとっちゃうけど。ふみやと一緒にすぎて。もうふみやくんばっかりじゃないですか。僕の面倒見てくれるのは。この変なふてくされ方しとって。ちゃ。俺がふみやに頼んでんねん。ふみくんは構ってくれないじゃないですか。ちゃ。お前さ。ちゃ。俺が言ってんねん。難しい。もう、ふみやくんいいっすよ。フミヤが、いつもこうやって絡むけ、何してんの？そう、あいつ可愛い。そう。たまには俺から絡まれたいらしい。童貞が。
マジ経験人数どんなもんだよ。いや俺がもっと変わってやっちゃう、なんかやっちゃう、なんかね、あいつはね、なんかこう程よいのがいいよ。こうなんか違うよ、こうなんかちょっとこうちょっとやってこうなんか好きなんよ、あいつがなんか嫌な感じにしとんのも、それもまた好きな。俺ほら好きなやつが嫌な顔しとんの好きやけんさ俺好きなやつが嫌な顔しとんの好きや。うわ嫌そう。最近酔っ払ったフミヤとかをなんかくっつけてるやけん、え、お前もうちょっと飲みたいと言ったら、あ、俺あれやけん帰らないかいけど、ほらまだフミヤがいけるけん、フミヤもう酔っ払ったフミヤこんなんだと笑顔で、こんなんだと僕は何でもいきますよほらこいつ飲みってきて、マジやっすよ勘弁してください、勘弁してくださいとか言ったらフミヤが、帰りも一緒じゃないか沖縄くんどうせ帰りも一緒じゃないかクソ酔っ払ったどうせ僕たち帰りも一緒じゃないかいや、そう、いや、じゃあ、筋トレじゃん。筋トレで思い出しちゃっちゃう。マジで、俺、あいつに言ったっちゃう。フミヤってさ、結構ガタイいっちゃうね。いや、あいつ筋トレ好きやん。マジで、なんか、フミヤと一緒におったら、フミヤ沖縄に筋トレさせるわけよ。おい、お前みたいな。なんだその細い体型はみたいな。筋トレしろみたいな。沖縄くん、今日、筋トレするから沖縄くんも一緒に行こうね。ほら、そこ、もっとやってもっとやってって言って。もっとしてもっとしてほらもっと筋肉つけるよって言って、あいつエイムちょっと落ちた音何しようぜおフミヤつって、いい加減にお前ダメだよバカつって、お前あいつちょっとエイム悪くなった、フミヤ君が昨日めっちゃ追い込んでくるから腕上がんないっすよ、何しようぜお前俺バリフミヤ説教、お前おかしくない、お前プロゲーマーに筋肉つけさすんだ、お前おかしくなろうがって言ってた、いいね沖縄筋肉なくて、おおそうなんすか、筋肉はあればあるほどいいと思ったから、バカバカしかおらんけんお前腕が痛くて触れないっすよ沖縄がマウスあそうか、そう筋肉はつけばつくほどいいと思ってたからマジもう俺マジ大変やけん、そう沖縄もちゃんとやっとっちゃやんなよあの縦社会ちゃんとしとけ、言われりゃやる、沖縄もそう、マジ最悪っすよやるんかいこいつも、そうそうどっちも悪気ないけんね、マジ思わない、そう